はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、試食化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病が念としまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、早いもんでね、4月も今日で、ね、最後なのでね、もう今年もね3分の1が過ぎましたね。まあね、自粛要請がね出てから3週間経ちましたけどもね、まだまだ勢いは止まらずですね。そしてね、学生さんらはね、学校もまだねお休みです。まあ、早く外に出たいとかね、お買い物に行きたい、遊びに行きたいといったね、その思いもね、もう少しだけ辛抱しましょう。大阪はね、あと2週間弱のね、もう5月11日以降までね、伸びましたけどもね、まあ、きっとその週がね、上げたら始まると言われてますので、まあ、頑張ってね、皆さんもね、乗り切らないとあきませんけどもね。で、そこでそんなね、買い物をする際のウイルス感染拡大予防策としましてですね、これまでニュースやネットで何度も取り上げられてますけども、今一度ね、改めてね、お話ししていきます。このね、すごくわかりやすいのをね、見つけましたのでね、ぜひお聞きください。東京都の小池百合子都知事は5月6日までの対象に、買い物は3日に1回程度にと呼びかけました。3月19日から自宅待機命令が出されているアメリカ・ロサンゼルスでは、スーパーには1週間に1度、できるなら2週間に1度が推奨されており、徹底した感染防止対策が取られている。入店制限はもちろん、通路を一方通行にするなどソーシャルディスタンスを確保、お客様自体もリスクを減らすために様々な工夫をしている。外出自粛5週間になる LA の人たちの買い物に行く前の準備や心がけをぜひ参考にしてほしい。買い物に行く前の準備、スーパーの店内は他の買い物客と近づかないように一方通行になり、矢印で進行方向が決められている。できる限り短時間で買い物を済ませるため、事前に必要なものや買いたいもののリストを作成する。今すぐにはなくならないけども、もうすぐなくなりそうな洗剤や調味料、電池などは早めに購入することで買い足しに出かける必要がなくなる。買い物はできる限り一人で行くこと、家族で出かける場合も店内に入るのは大人一人で、他の人は車の中や店の外で待機する。感染のリスクが高い高齢者や乳幼児がいる家族や知り合いが近所に住んでいる場合は、声をかけて代わりに買い物をして届ける。家族内で感染者が出た場合を想定し、自主隔離に備えてレトルトや冷凍食品など保存食を中心に2週間分の備蓄を用意するのが推奨されている。床にはレジ待ちの立ち位置を記したテープ、買い物中の心がけ、必要とする人が購入できるよう買い占めはしないが、普段の買い物よりも少し多めの買いだめを心がける。日持ちする根野菜や冷凍できる肉や魚などは普段より多めに購入する。購入しない商品には触らない。子連れの場合は買い物中に子供が商品に触らないよう常に注意を払う。レジ前だけではなく、店内では常に他の人と2メートル近く離れるソーシャルディスタンスを心がける。店内には必要とする人みんなが購入できるようにと買い占めないように呼びかける張り紙もあるようです。従業員への感謝を忘れずに最前線で戦っているのは医療従事者だけではない。物流やインフラなど私たちの生活を支える人たちがいなければスーパーで安定的に食料品を購入することはできないのだ。アメリカでは必要不可欠な職種、エッセンシャルワーカーでもある従業員を守る大切さも広く認知されている。6フィート、1.8 メートルのソーシャルディスタンスは店内でも徹底されている。パニックや恐怖による買い占めや不要不急の買い物を控え、品切れ商品の入荷状況の確認やクレームなどはできる限り控えるなど、従業員への思いやりの心を持って買い物することが大切。こんな時だからこそ一人一人のマナーある行動が従業員の感染リスクや負担を減らすことにつながることも忘れずに言いたいものだ。という感じのね、記事をね、見つけてね、僕もね、ああ、考えなあかんなと思いましたね、やっぱりね。
僕もどうしてもね、その買い物に行かなあかんときは行きますけども、まあ、売り場でね、あの他のお客さんとおすれ違うときもですね、まあ、なんとなくこう、パッと息を止めてみたりしてます。まあね、意味あるかどうかわからないですけど、まあ、多分ね、そのままクッとこう吸い込まへんだけ、まあ、意味あるんかなと思うんですけども、まあ、もちろんマスクもしてますよ、ちゃんとね。で、こう、前から人が歩いてきたら、その手前にこの陳列棚のね、こう交差点があるじゃないですか。その交差点があれば、こう、左折してね、別の道を歩くなりしてます。ね、その向こうに来た方はこう行ったら別に行けるかなっていうような感じなんで、それでちゃんと道を避けてね、行くようにしてます。別にその人を避けてるわけじゃないんですけども、まあね、その避けられたと思ったらなんか気悪いですから、僕も気悪いですし、まあ、でもこんな時期なんでね、まあ、お互いのために少しでもね安全を考えております。まあ、皆さんもね、以上のことをね参考にしてみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。